進化したんですよ私。ほら見てくださいよ、これ角生えてきましたよ。すごいですね、進化はこうなるんですね。これが私の鬼ごっこだ。おお、プリップリのプリップリのジョログモちゃんがいますね。冬だけにどこにでもいるね。もう毎回虫取り行ったら会うね。ここにもプリップリのジョログモがいますわ。やっぱり君いっぱいいるね、何回も会うね。何回ぶりでしょう。これは切実虫のオスですかね。そこわかりませんね。これは切実虫のメスですね。これはね、見分け方はね、ここのね背筋のね乳白色で一本なのがこれはメスですね。うん。さて君は逃がしてあげよう。ほら見て、長いこの触覚見えるかな、見えるかな、すごく長いんだよね。じゃあ逃がしてあげよう君は。バイバーイ。だいぶ鳴く虫がいなくなってきましたね。カンタンとかはまだ鳴いてるんですが、スズムシとかそういうのがもう鳴いてこなくなりました。おー、でかいやつ。君なんで、あれ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 、あーもう無駄に早い。アーモン板トンボですね。こういうのは結構草むらにはよくいます。あー、ピンコちゃん、すすぎスズメちゃん、あーかわいそうに、あー、アリにやられてしまったのか。あー、もう死んでますね。あー、かわいそうに。もう少し早く来ていれば助かったかもしれないのに。あー、ごめんね。ちっちゃいけどね。うん、逃がした魚が大きいって、ほんまや、これはオスだね。オスだね。多分オスだね。多分オスだね。これね、チキチキバッタとも言われてましてね、あの飛んだ時にね、チキ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 ってなるんですよ。チキ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 ってなるんですよ。まあチキチキ言えないですね。これ顔ですね。やっぱりのんきな顔ですね。ん？お尻。お尻ですよ。お尻ですよ。ふふふ。ん？綺麗な背中。じゃ、飛ばしますね。飛ぶかわかんないけど。ほら、チキチキ言った。ここにタンポポがありますね。ちょっと撮ってみましょう。
よし、これを飛ばします。おお、よく飛びましたね。いっぱい花咲かせてね。あー、かわいそうに。あー、またアリちゃんにやられてしまっています。これは何なんでしょうね。ほんと何なんでしょうね。悲しいね。これ何なんでしょうね。ほんとなんか白っぽくて、ところどころなんか茶色くって、もうアリがすんごい嬉しそうにたかっていますね。これは一体どういう虫なんでしょうか。私にも分かりませんわ。これ何なんでしょうね。本当にね、何なんでしょう。これね、周りにこの枯れ草なんかいっぱいありますよね。ほら、この子もなんか運んできていますよ。これね、多分ですがね、ほら、この子も頑張って運んでますね。多分ですがね、ほこを移動するときの原理なんかじゃないでしょうかね。この変な虫をね、巣まで移動させたいわけだと思いますよ。硬いので。カマキリはどこじゃい？もうおらんやないか。なんか、これは2匹が重なってしまっていますね。なんででしょうね。そうなのですか。重なっていますね。なんか変わった蝶々だと思ったら、2匹だったのか。変わった蝶々だと思った。逃げないからね。逃げないね。これ普通に取れますね。おー、きれいきれい。このね、変な模様がね、鳥にはね、効果的面なんですわ。すごいでかい目だと思ってね、近寄らないんですね。やっぱり眼力っていいですね。あ、ごついのがいました。おーおー、取るぞ。これは絶対取るぞ。どこどこ、絶対取ってやるぞ。ミスが落ちる。よし、両方捕まえてやる。えいはっ。よーし、ダブルで捕まえましたよ。ほら、こっちオスですね、こっちメスですね。うわー、差がありすぎますよ。ほら、差がありすぎです。はあ、この子はでかいというか、葉っぱをお食事中だったみたいです。いません、お食事中に。すいませんね、ほんと。ほら、葉っぱの残骸がありますよ、ここ。ごめんなさいね、ほんとに。お食事中すみません。見かけたもので、ちょっとね、取材してみたくなってしまいました。すみません、うさちゃん。うさちゃんになったね、君。うさちゃん。おー、でっかいですね。このお腹からしてもすごくでかいですね。うわぁ。この足も長い長い。ほら、こう見てみてもわかるように、こっちの小さい方はね、なんかね、お尻尾の先がね、ぴょこって出てるんですね。けどもこっちのでかい方の、少量バタちゃんにはない。これね、オスとメスの見分け方です。ちなみに言うと、このピョンって出てる方がオスです。まあ、大きさからしても分かるように、ほら、これがどんだけの差か分かりますか？なので、でかいんですよ。このでかい方がメスです。オスだと勘違いしないようにね。じゃあね、バイバイ。ほたり仲良く結婚してください。ボトンって言いましたね、メスの方は。オスは身軽に飛んでいきました。バイバイ。では今日はですね、ここまでにしたいと思います。いやー、でっかい少量バットが見つかってよかったです。じゃあ今日
通知登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。